ここも人手が増えて嬉しい限りだね。他の皆は？みんな支度は済んでるよ。ハーンを殺せるのはこの対馬にあんたしかいないって先生が言ってた。一人では無理だ。しかも策がなくては。あいつは手下を従え港にいるよ。まず守りの穴を探さねば。その先にあるハーンの隠れ場もな。鳥にでもなれたら楽なのに。いいところがあったよ。闇が味方のうちに立とう。泉の港、かがり火台からならよく見える。登れればだけど。気づかれなければよい。いざ行くぞ。なぜハーンは泉に来たの？対馬から本土に渡り蹂躙するつもりなのだろう。今を逃せば止められなくなる。この花って？俺の毒の元となる花だ。猛虎が摘んでいったんだね。我らを殺すために。毒を使ったこと悔やんでるから。危険を承知で大勢の命を救ったのだ。もっと大勢が死ぬことになる。その前にハーンを止めるほかない。そうだね。ハーンを殺さなきゃ。すぐ。攻め入るのは無謀。崖側から回り込むぞ。物見の裏を書くのか。いいね。Cinta. En habas harvat mais. Mit fam bitte gschmidt. Ali.
Ekun suntatla. No gods are all. Sumter havas mischirsin. Osaka harsidich, akhi charvan, oslot asla tirnik. Taru no nakami wa nan daro? Kayak kana? Hana da. Dokuyou no. Hito taru de nanbyaku nin mo koroseru. ハーンは本土で使うつもりだ。対馬から出しては嵐の前の静けさ。こちらの理になるやもな。今は火を消したままにしておくと、もうこの船の目指す印になってしまう。奴らが去ったらつけよ。さあ、物見と行くか。こっちだ。 良い案が出ると良いが。 港の町の屋敷、あれがハーンの隠れ家かもな。船着き場にも水軍にも近い。賢いね。鳥がこう描いておる。何かが来るのを怖がってるんだ。嵐だ。じきに陸に降り立つのだろう。あそこに騎兵を置ける。猛虎を丘に誘い込むな。騎兵に囲まれてしまうだけか。 あの辺りに兵はおらんな。開けてて守れないから。だが不意打ちには申し分ない。あの岩場から猛虎の水軍を見て取れる。火槍があれば船を真っ二つにできるのに。ハーンは本土に向かう手はずがついておる。船には兵も火薬も積んであるだろう。俺の毒も。 島で止めねば、火の元が危うくなる。大風がいつ来るかが肝になる。大風が来れば、ハーンは船を止めねばなるまい。その時仕掛ける。船も積みにも壊してやる。そのためには兵器を盗まなきゃ。お主ならば安きこと。ふん。その後はどうする。小勢が猛虎の気をそらし、俺が港に忍び込む。そしてハーンを撃つ。 猛虎がお侍に勝てたのは。それは違う。俺は崖から行く。いい知らせがあるよ。策が出たのか。ケンジが火槍を盗めそうな場所を見つけた。今から向かう。幸先が良いな。だが兵の数が足りん。
ダメだ。おじ上もハーンを葬りたいはずだ。ご加勢くださろう。捕まって牢屋行きだ。ではおじ上に宛て文を残せばよい。城は侍だらけだよ。蹴取られる前に城を出る。叔父上への文が書けた。城へは馬に乗っていかなきゃね。死んだ馬にはかなわないけど、こいつらも使ってやって。仲良くしよう。名前は何にする？風、空を裂いて走れ。いい名だね。どうやって城に忍び込むつもり？あそこで育った。城壁の抜け道は全て覚えておる。子供の頃よく叔父上から隠れたものだ。ジン、何をしておる？ああ、夕げの魚を取っているんです。素手では取れぬと分かっておろうに。叔父上にご子息が生まれたら、私は捨てられますか？ジン、よれ。思い違いをするな。わしは生涯続くこの道をお前と歩んでいくぞ。何があろうと。崖側には物見はおらんな。また冷たくなった。
せば化け物になり下がったと示すだけ。志村殿が後ほど主角で演説される。士気を高めるためだ。いよいよハーンと刃を交える。よし、怪しいものはないな。とっておい。調べられた。中身が何かわからない。志村様を裏切るわけないのによ。でもさ、だけど今は我慢しない。奴らは我らが島の村々を焼き尽くし、こんな子供まで殺める。ような強行を許す。少年様の名のもとに裁きを下し、一人残らず地獄に落としてくれよ。我らは地下へ進み、敵を蹴散らし、魔法を追い詰める。あやつの隠れ家を見つけ、焼き落とそう。昨日その国に挑んだ死ね物の行方として、見せしめにしてやる。魔法の守護者を神に思い出させよう。
叔父上、気取られてはならん。お前と劇を飛ばしたかった。ジン、恨むぞ。させてはならぬからな。猛虎は酒井殿と同じ毒を作れるようになったとか。その名を口にするな。お許しください。あやつのせいで敵は民を毒で殺す術を得た。クロードは島に災いをもたらした。次こそは逃しません。城内をくまなく見張る。何かあれば知らせる。承知いたしました。夜を通して見張りましょう。目指すは最上階。今なら忍び込める。城郭の2カ所で猛虎が敗戦を喫したらしく、どちらも酒井、いえクロードめの仕業かと。いかがされますか。クロードの処罰は後回しだ。猛虎を撃ってから考える。しかし将軍様の御下地は言われずとも分かっておる。あれど今は猛虎を撃つことが必要。仰せの通り、万全の頃は突き止めた。北へ撃った先方が戻らず、囚われたら殺された。行き先は分かるな。足跡のいざなう方へ軍を進めてみよう。そうなところに酒井だ。出会え。叔父上、お目にかかれぬことをお許しください。ハーンの水軍は泉に集まりました。本土を制するに足るだけの兵と毒を積んで、しかし大風が来れば、その時こそ猛虎を撃ち船を沈める時。何とぞご加勢よ。そしてまたまみえんことを。父と子とは申さぬまでも、歩む道をたがえた武士として、叔父上がいかがお考えになろうとも身内には変わりませぬ。
遅かったじゃないか。さて、心配したよ。捕まったかと思った。文を届けるのに手間取ってな。読んでもらえた？ハーンとの戦に加勢するって。そう願うが、待っておる暇はない。風が強くなってきた。朝には大風が来るな。ヒアリは無事に奪えたか？痛手を負わせられるほどにね。それとクロードに従うため城を抜けた兵を見つけた。万端だ。夜明けと共に攻めるぞ。そう伝えるよ。みんなに会ってきて。話を聞きたがってる。酒井様、杉寺の長がいて心強いぞ。長だなんて名乗るつもりはありません。だろうな。だからこそふさわしいのだ。お主の兄君と僧兵らの仇を討とう。故郷を取り返すだけで幸せです。これからも御仏の示す道をお進みください。酒井。その弓頼りにしております。約束は果たしたぞ。深く感謝いたします。あまり干渉にふけるでない。先生もでしょう。覚悟はつきましたか？この家に生まれた時からな。明日が待ち遠しくてたまらんわ。ジン。雅子殿、おいでくださるとは。しかる時に参ると申したであろう。私もハーンを葬りたい。奴は夫を殺し、二人の息子を奪いおったからな。必ず裁きを下しましょう。私も力を尽くそう。お休みを。明日は長くなります。もしくは短いか。さあ、いよいよですね。機嫌が良さそうだな。当然ですよ。一日中酒を飲んでますからね。あまり飲みすぎると明日起きられなくなるぞ。戯れはさておき、明日は力の限り戦います。鷹のためにも。頼むぞ、ケンジ。お主に助けられてから随分と遠くまで来たな。ジンは重くて引きずって歩いたよ。ほどこにしなきゃ村に戻れなかったくらい。
全てはお主のおかげだ、ユナ。あんたは死ぬなよ。これまで辛いことばかり。大事な人も亡くした。お願いだ。だがハーンを止めねば。もういいよ。一緒に船を見つけて静かな地に逃げよう。戦は侍どもに任せりゃいい。それは本心か。いいや、俺が死んでも戦い続けてくれ。あんたってやつはひどい男だね。そろそろ休む？まだだ。今はあと少し共にいてくれ。この時を逃せば二度とハーンを撃てなくなる。ケンジ、ヒアリの手はずはいかに？いつでも矢の雨を降らせられますよ。よし、ユナの合図で放つがよい。モーコは束になってヒアリを奪いに来るだろう。我らはそこを叩く。火薬も弓兵も定められた場にある。さあ参ろう。世界皆の者、ブーンを。いざ。ジン、志村様はいないね。じきに大風が来る。我らも始めるぞ。あいつの矢は放てるな。今だ。猛虎が来るぞ。すべて撫で切れにしろ。
うまくいったね。猛虎は陣を整えておる。その隙は与えません。ノリオが丘の上の兵を率いておる。ならば落ち合い加勢しましょう。皆さんご無事で。この地で片をつけましょう。今日をハーンの命日にします。志村殿のご加勢は待ちません。私たちは大門を攻める。猛虎の気をそらすから、その隙に忍び込め。死にに行くつもりか。ここまで来たんだ、今さら引くつもりはないよ。おのおの方こそ誠の勇士。また生きて会おう。兵の相手は任せな。みんな声を出さんか。猛虎にかける情けはないぞ。戦え、酒井様に続くようだ。クロードに続け。屋根に登らねば。敵陣を見渡し、ターンの居所を探り。あの櫓を登れば敵陣を見渡せよう。チハロウェイヘギョハシンタアツベリピッペリッコテンハハ。
黒だらけだ。己も志村もくだらなかったからな。和平にも応じず、己は戦を選んだ。ではその報いは本土の民に受けてもらう。この対馬からは出さんぞ。敗れたであろう。こたびは勝てるとでも。勝ってみせよう。
Thank you.
れば次が来る。忘れ物。ハーンは死んだが、その残党は隠れておる。奴らを追いやらねば誠の平和は戻らん。猛虎が去ったらどうなるんだ。また生きていくだけだ。もう先のことも想像できないし、自分が誰かもわからなくなった。お主は誠の勇士で誠の友だ。野党だけどね。それは過去だ。明日の己はお主が決めろ。そろそろ立つぞ。叔父上が探しに来る。いや、来ないよ。戦の後に使いが来たんだ。和睦の申し出か。あんたに会いたいとさ。赤い葉が落ちるしんとした湖のそばで。大巫女、よく稽古をつけてもらった地だ。ついてこうか。唯一の家族だ。一人で会わねば。そうだね。高を思うとまだ胸が痛む。髪についた煙の匂い、小さく笑う顔、酔いつぶれた姿さえ懐かしい。あいつは私の全てだった。だけども一人きりだ。そうではない。俺がおる。クロードは島のみんなのもんだろ。
け。さあかかってこい。だ。ふぬけばかりか。一番手は誰だ？
ぜ。よする波、ふと覚えたる教えかな。闇路を馳せん渡り合いつつ。
よし。忍び負けじと誓う穂村かな、心を立てていざ争わん。
ケンジの酒があれば火の打ちどころがないのだが、長話を聞かねばならぬか。ここへ。Elle veille à Siglatch.
父上はまだか。船着き場で待とう。陣、叔父上、来ないかと疑った。お話があります。力を合わせれば蒙古の残党を打ち払い、島を取り戻せましょう。お前の務めではない。坂井家は武士の身分を失った。この日をもってお前は武士ではない。民のためこの身を尽くしました。悔いはありません。新たな武家が本土から使わされる。領地や屋敷も失われよう。故郷に別れを告げても、ついてまいれ。変わらず地頭を務めるのですか。さよう。本土の武士を鍛える任を授かったからな。よかった。蒙古は日の本全土を奪うまで諦めません。奴らとの戦にこの生涯を費やすつもりだ。この務めはお前と果たしたかった。父と子として。それより御妻をめとって家族を作られては。今さら何を申す。ぬかるみにはまったようだ。そこもと手を貸そう。そんな滅相もございません。遠慮いたすな。一人では動かせんぞ。ありがとうございます。見た目より泥が深くて。大きい荷だな。行き先は。城郭へ。クロード様の勢がいるので。勢がおるのか。ご存じない。近々大風を味方に海を渡り、原国を焼き尽くすそうです。それは大層な話だ。この荷は全て食べ物です。せめてと思って。まずは泥から出さねばな。このご恩は忘れません。上学までの道のりは長い。ぬかるみに気をつけよ。猛虎にもな。そうします。あやつの話を信じてはなりません。今はよせ。ついてこい。
善意などおりません。日ごとにお前の大義に民が集まっておる。将軍様は案じておいでだ。このわしもな。それは無用の思案かと。新しい武家が来たら民は頭を垂れるのだろうか。九郎殿の名のもと背を向けるのでさようなことはさせません。言って聞かせます。お前が手本を見せたのだ。わしに背いたことで民は主を裏切ることを学んでしまった。お前もいつの日か背を刺されるとは思わんのか。さあ馬を降りろ。ここからは歩く。御意のままに。我が一酒井家の先祖七代がここに眠っておる。お前の母もな。父上も。手を合わせてやらんとな。寂しくなります。そうだな。お前は謀反人になった。私を切れと。クロードは罪人だ。武士に逆らうよう民をそそのかし己を守るためです。毒でか。猛虎の手に渡ったのだぞ。あのままでは民を犬死にさせていました。誉れを捨てたな。誉れが何だとおっしゃる。残念だ。志村の家を途絶えさせるわけにはいかん。新たな子を迎える。この首を土産に。その首は我が戒めだ。これで最後になるな。いい日和だ。受け取れ。最後の言葉をここに記すがよい。承知しました。
我が君と。兄願わざる天命に。冥土の蓮に出で会うるかも。父も母も見ておるぞ。はい、叔父上。耐えてやる。酒井家でも古今無類の武者へとな。お前は我が子同然だ。どうする？やります。叔父上、お許しください。お前に傷つけられた仮面は二度と戻らぬ。私を斬れば傷は増す一方、死ぬわけにはいかない。私の過ちを正すおつもりか。お前に恨みはない。これはわしへの戒めだ。誉れある最後を遂げたい。その名を語り継ぎましょう。武器武者佐時王さん、我が父、息子よ。浄土で待っておるぞ。はい。
いいよ。